青崩れ峠。手前側が、東都海国、奥が、品野国であり、武田軍はここを越えて徳川方へ攻め入った、正常作戦とは、元気三年九月から元気四年四月にかけて、行われた会、武田氏による遠征。武田信玄は、戦国期に、天文十年代から品野信仰を行い、駿河の今川氏、相模の北条氏と三国同盟を結んで、 南進一帯を抑えて、東農の一部地域にまで勢力を広げ、また、越後国の上杉謙信と対決し、北進一帯まで両国を拡大した。一方で、尾張国の織田信長は、英六年間までには、尾張を統一し、英六三年には、桶狭間の戦いにおいて、駿河の今川義元を討ち取り、美濃への侵攻を行っていた。武田氏では、 川中島の戦いを契機に、上杉氏との交争が収束し、駿河では、当主交代による両国の動揺で、三河の松平も豊が独立し、独自勢力として台頭した。こうした情勢の中で、武田、小田両氏は、両国が接し始めた、英六年間から外交関係が見られ、当初は、武田氏では、今川氏の投敵である小田氏に対して、 敵対を示しているが、美の情勢への積極的介入は行わず、中立的立場を取っている。視点を美の国内に移すと、天文十年代に、斉藤道蔵が織田信長に、娘の脳姫を嫁がせて、同盟を結び、東能、南進をめぐって、武田氏と対峙していたが、後を継いだ息子の吉達が父。 道蔵を殺害したことで、斎藤氏と尾田氏の同盟が破棄されて両氏は敵対関係になっていた。武田氏からすれば、北進における上杉氏との戦いの最中に、背後から斎藤氏が南信に進出する事態を回避するためには、今川氏のみならず、今川氏と敵対関係にある尾田氏との協力も必要とする、という複雑な外交関係が出現することになった。 今川氏の当主交代後も、武田と今川は同盟関係を継続しているが徐々に、関係は悪化し、a 6八年には、今川当主姉妹妹を室とする武田氏の着男、吉信が、無本により拝着される事件が発生している。吉信の拝着により武田氏の生死は、新元諸氏の諏訪勝頼となるが、この前後には、信長の幼女が、勝頼性質に迎えられており、 武田、織田間では関係改善が図られている。a 六0年に松姫と織田信忠を婚約させることで同盟を維持していた。一方、武田、織田領氏と京都県門の関係では、武田氏では、越後上杉氏との交争において、将軍義輝からの紛争調停を受けており、永六年間には、本願寺との関係も強めている。一方、織田氏では、 永 a 十一年九月二十六日に、信長が、将軍、足利義明を報じて、上落を果たし両者は連携しているが、永6十三年一月に、信長は、義明の将軍権力を制限するため、連中を起手を義明に突きつけて強制的に、承認させた。これにより、信長に不満を抱いた義明は、信玄をはじめ本願寺、県にを朝倉義景 三好三人修羅に、信長討伐を命じるおち書きを発しているが、信玄は、織田氏との関係上これには応じていない。永禄1 1年に武田と今川氏は、手切れとなり、武田氏は、三河の徳川家康と共同し、駿河今川両国への進行を開始する。駿河進行は、武田と相模御北条氏との交渉同盟も破綻させ、御北条氏では、 越後上杉氏との越相同盟を結び、武田両国に圧力を加え、さらに武田は徳川氏とも今川両国割譲をめぐり、対立関係となった。武田氏の駿河信仰に際して、信長は同盟関係にある家康に武田との協定再興を持ちかけているが家康は独自勢力として動いており、信玄は信長を通じて、将軍、足利義明を介した。 越後上杉氏との和睦を行っている。元気元年4月、信長は、朝倉義景の討伐のため越前遠征を行うも、妹婿、浅井長政の裏切りにより大敗する。これを皮切りに、各地の藩信長勢力が決起し、第一次、信長法囲号が形成される。この後、姉川の戦いや野田城、福島城の戦いが行われるも、 まだ信玄に動きは見られなかった。しかし、同年12月、信玄の義理の弟にあたり、信長法囲網の一角も担っていた県女より助を要請する書状が送られている。元気2年10月の北条氏康の死によって、交渉同盟が再締結されたため、武田氏は、駿河を確保し、三河徳川両国への進行も可能となった。元気三年八月には、 植杉謙信を牽制するため、武田信玄は謙女に要請して、越中に、加賀一向一揆を進行させ、越中一向一揆と合流させた。この時の越中一向一揆は大規模なもので、昇降寺剣栄、随仙寺秋日寺本願寺坊寒の他に、椎名安田寺越中の武将も参加して、植杉謙信に敵対した。このため、植杉謙信は、 一気の鎮圧に専念することとなり、武田資料に進行する余裕はなかった。武田信玄は、同年10月には、浅井市、浅倉市に、織田信長への建成を要請し、三河徳川両国への進行を開始している。元気元年12月28日に、秋山虎重が、東美濃の遠山市の領地を通って、 徳川家康の本拠地の三河へ攻め込もうとした。そのため、東山市と徳川市の連合軍との間で、上村合戦が勃発した。この時、信友たすくわし森は、岩村城が武田方になったにもかかわらず、忠節を尽くしたことを信長に称され、美の国日吉号鎌かまど本号を与えられた。元気三年九月二十九日、武田信玄は、 重心の山形正影と秋山虎重に三千の兵力を預けて、信長の同盟者である徳川家康の両国である三河に侵攻させた。そして十月三日、信玄も二万二千の兵力を率いて甲府から出陣し、十月十日には青崩れ峠から家康の所領、東東江に侵攻を開始した。三河に侵攻した。 山形正影は新たに指揮下に組み込んだ北三河の国人領主で、三加三方州とも呼ばれる、多峰城主、菅沼貞盛,盛、作手城主、奥平貞勝、長篠城主、菅沼商帝に道案内をさせて、浜松方面へ進軍し、長篠城の南東に位置する鈴木十字の柿の本の城を攻撃した。柿の本の城から逃れる十字を逃亡途中で、撃ち果たした。 山形勢は、さらに、腰国。東美の異平城を落として11月初旬、二股城を行為していた、信玄本体に合流した。一方、東美野では、同年5月に、岩村城城主、東山影藤が、後継ぎがないまま病で亡くなったため、影藤の未亡人で信長のおば、おつやの方が、実質的に女城主となっていた。 岩村東山市の後継ぎとして信長は、実施の五宝丸を養子として送り込んでいたが、秋山虎重に、岩村城を包囲されて危機に陥ると、おつやの方は、秋山虎重から婚姻を条件として、会場を求められ、それに応じて、武田市の軍門に下り、五宝丸を、武田市に引き渡した。11月14日に信玄は、 配下の下城新市を派遣して岩村城を接収した。このことは三河物語にも信玄は上方へ手引きをする者がいたので三河から東美濃へ出ることにしたと記述されている。そして遠東江東に信玄本体が進攻すると北遠東江東で誠意を振るっていた家康の与党天の影面は信玄の誠意を恐れて即座に降伏し 信玄の道案内を務めた。10月13日、信玄は本体を2体に分け、5000ほどの1体を、重心の馬場のブハルに預けてただ不可城を攻略させて、二股城に進撃させ、残る1万7000の信玄本体は、天型城市宮城飯田城格和城向笠城など、北東東海の徳川諸城をわずか1日で全て、落とした。 徳川家康としては、三河からは、山形正影が進行しているために、ここの兵力は動かせず、東遠海の兵力である八戦だけで対抗するしかなかった。武田軍の半数以下である。しかし、信玄の進行に対してこのまま動きを見せなければ、味方国人の動揺は必死と見て、10月14日に家康は、信玄と戦うべく出陣した。 しかし、大田川の支流である三河川や一言坂で、武田軍と衝突した徳川軍は兵力の高により敗退する。しかし、家康の重臣、本田忠勝や大久保忠助らの活躍もあって、家康は無事に浜松城に撤退した。この時の本田忠勝の活躍は、信玄をして簡単させるものであったと伝えられている。10月15日、信玄は、 先坂城を攻略した。10月16日にはすでにただ不可城を攻略して、二股城を包囲していた、馬場のブハルの部隊と合流した。二股城は、遠海の中央部に位置する要所であった。しかもその名前のごとく、天竜川と二股川が合流する二股の丘陵城に築かれた県城であった。城主の中根正照は、兵力で、 圧倒的に不利な立場でありながら、徹底抗戦を行い、武田軍を苦しめた。しかし、信玄の策略によって行われた水攻めにより、水の手が断たれ、さらに三河に進攻していた山形正影の部隊が、信玄本体に合流するなどした。11月下旬、小田に武田軍が、二股城を囲んだという方が届いた。信長はすぐに、佐久間信盛。 平手広秀水野信元らを派遣した。12月19日に政輝は、城兵の除名を条件にして開城し、浜松城に落ちていった。これにより、東東美の大半が、武田領となり、また、東東美の国人、地侍の多くも、武田軍の味方となった。織田の援軍が到着した時、二股城はすでに落ちており、武田軍は、堀江城を攻めていた。 信玄は、信長と戦うまでは、兵力の損耗や、長期戦を嫌った。家康の巨城、浜松城は、東西420メートル、南北250メートルに及ぶ、巨格であり、多くのクルワに仕切られた剣城であった。さらに徳川方には、佐久間信盛平手広秀ら、織田の援軍3000から2万が合流し、 総勢1万1000から2万9000に増加していた。このため、信玄は、浜松城の北5キロの地である追い分けに進出して、家康を挑発して、城から誘い出した。そして12月22日に行われた、三方ヶ原の戦いは、連合軍不利な状況で改戦され、2時間で、武田軍の勝利で終わった。武田軍の死者は200人。連合軍は、 平手広秀をはじめ、中根正輝青木貞春、石川正俊小笠原康次、小笠原康弘、本田忠実米津正信、大久保忠史より鳥井忠広ら2000が死傷するという状況であった。この時、家康は、山形正影の攻撃を受け、家臣の夏目義信が、身代わりとなっている間に、浜松城に逃げ込んだとされる。しかし、 家康の使った空城の刑に疑念を持った山形正影らは浜松城までは攻撃しなかった。三方ヶ原で勝利した信玄はすぐには三河に進行せず浜名湖北岸の行部で越年した。行部は三河、東東美国境から20キロ手前に位置する地点である。年が明けて元気4年1月3日、信玄は新軍を再開。 ついに三河へ進攻した。そして東三河の要衝である野田城を包囲する。野田城は小規模な城であり、400ほどの城兵しかいなかった。城主の菅沼忠枝は、信玄の幸福勧告を拒絶して、徹底抗戦を選択した。信玄は、野田城攻めは、力攻めで行わず、金掘りに、城の地下に通じる井戸を破壊させるという水攻めを、行った。 2月10日野田城は降伏した。野田城工場戦に時間がかかった理由は、信玄の持病が急速に悪化したためとされるほか、松平木では信玄が、野田城を包囲している際に美しい笛の音に誘われて、本陣を出た時に鳥居半四郎なる者に狙撃されて負傷したという説などがある。このような信玄の父とした動きに疑念を持った、織田信長は、 2月から反抗に転じる。重臣の柴田勝家や庭長秀、八谷頼高、明智光秀に命じて2月26日に、大見石山城の山岡影友を降伏させ、2月29日には、今片田城の六角吉方らを討った。紅用軍艦によると、このような信長の動きを知った信玄は、3月に、重臣の馬場信春に命じて、東美野に進攻させて、 信長が率いる織田勢を破って、岐阜城に追い払ったとされている。ただし、上記の通りこの頃の信長はまだ、武田を攻撃する動きは見せていないため、紅葉軍艦の記述は、辻褄が合わない。しかし、信玄の持病は良くならず、4月には病気療養を目的にして、甲府への撤退を決意する。しかし4月12日、信玄は、品の米場で急死し、 正常作戦は頓挫することとなったのである。正常作戦をめぐっては、上落を前提とした意図であるのかが論点となっている。文書上においては、足利義明の信長討伐の内書きや、井上文書では、織田信長を討つ好期であると述べているなど、機内勢力に対して、上落を懸念していたことが指摘されており、公用軍艦においては、遠州、三河、美野、 終わりに発行して、存命の間に天下を取り捨てとに旗を立て、仏法、王法、神道、所持の作法を定め、性を正しく執行犯との、信玄の望むぜなりと、信玄の目的が、信長法移毛の形成に基づいた上落であった、ものとしている。一方で、正常作戦時点での信玄の狙いは上落ではなく、遠江、三河平定であるという説もある。これは、 長年徳川家と続けていた局所戦闘の延長であり、機内勢力への上落の権限は政治工作であるとするものである。もっとも、正常作戦の本質が徳川家との局地戦闘であったとしたら、その究極の目的は、織田信長が徳川家との同盟関係を破棄させることによって、 小田氏が当時気づきつつあった統一政権の忠席の一本を失うことになる。そうなると当時、全国各地に軍団長のような身分で送っていた小田氏参加の各武将の士気の低下を招くことで、小田氏の下中からの空中分解も可能であり、中央での政治に深く関わる形で信長との対決も迫っていく狙いもあったと考えられる。 このように政治的駆け引きの側面も考えると、現記念館の武田氏による東,東美、三河信仰の意図は、その裏側の意図も考える必要があり、それをめぐる評価については主に上洛説、東,東美両国家を目的とした、極地戦説に分かれて書論が展開され、研究対象となっている。上洛説は、渡辺四助、奥野隆弘、磯貝正義、染谷光弘、 大和田哲夫、柴辻春六、平山優良による書論があり、とうとみ両を目的とした、極地戦説は、高柳公樹、須藤茂樹などがある。なお、上落説においても上落を前提とした、信長打倒作戦であったとする見解や、極地戦説においても上落を最終目的とする見解も見られる。従来は、元気2年2月から4月にも、 武田信玄は信長法移毛に交応するため、三河、東東美に侵攻したと言われ、二万五千の軍を率いて、三河、東東美に侵攻し、徳川方の俗上であった、野田城などいくつかの城を攻略したものの、長期間にわたって、戦線を維持することはできず、特に要所、後天神城を落とせず間もなく海へと撤退したと、されてきた。しかし、二千七年に、 鴨川達夫により、元気2年の三河東東未進行の根拠とされた、文書軍の年代否定に関する誤りが指摘され、通説による武田氏の三河東東未進行は、正常作戦に際したものではなく、勝頼期の天正3年の長篠の戦いの直前に、当たる出来事であったことが指摘され、一定の承認を得ている。鴨川の指摘を受けて、近年では、 元期3年以降の東東海、三河信仰に関しても、再検討が行われ、従来の信長法移毛に基づく上落説、三河東東海両国化を目的とした、極地戦説の視点だけでなく、武田氏と朝廷、幕府、検問との外交論、戦国期室町将軍論、地域権力論等の視点を取り入れた研究も展開されている。さらに、 信玄の正常作戦の動機の一つとされていた、足利義明のお内書きが出された年次についても、元気三年ではなく、元気四年の誤りとする説も出されており、その説に従うと、正常作戦と無関係なだけでなく、義明が信玄の死を知らずに出してしまった可能性も、浮上する。加えて、織田政権の研究家からも、義明が、信長討伐を決意したのは、 元気3年12月に、信長から義明に突きつけた、意見17か条がきっかけであったとする説が出されて、おり、その場合にはむしろ義明の信長討伐の意向が、正常作戦の一因だったのではなく、反対に、正常作戦が一因となって義明が、信長討伐を決意したことになってしまう。近年では、鴨川達夫はさらに正常作戦の位置づけに関しても、 修正を行い、議論が行われている。従来の説であった、元気2年の三河、とう,とう未信仰の存在は、2007年以降は、疑問視されている。ありがとうございます。